すいませんでした。始まりそう？はい。はい。ストリーム自体は変わった？始まりました。はい。音声出てましたね。聞こえてるみたい。はい。はい、皆様聞こえておりますでしょうか。はい、大変お待たせいたしました。本日のアートマネージャーラボのアートに関わる人のネットワーキングサロン文化芸術推進フォーラム、はい、大丈夫かな、はい、入ってない、はい、大丈夫かな、聞こえておりますでしょうか。大丈夫かな。はい、皆様大変お待たせいたしました。本日のアートマネージャーラボのアートに関わる人のネットワーキングサロン第7回を開催させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、では、本日のネットワーキングサロンですが、文化芸術推進フォーラム加盟報告会というタイトルで始めさせていただきます。Zoom の参加の皆様、YouTube の会社の皆様、よろしくお願いいたします。はい、アートマネージャーラボですが、2020年の7月に結成しましてから、実は今日で丸2周年ということになります。はい、2020年の7月の2日付で、文化庁の継続支援という制度に関する、要望書を提出したというところから、私たちアートマネージャーラボの活動が開始いたしまして、以来こうした文化庁に対する、要望書の提出であったり、皆さんと勉強会をしたりということで活動を続けてまいりました。で、今回は文化芸術推進フォーラムという文化芸術の関係団体が作る政策提言をする団体に私たちこの6月で加入をしたということで、その報告についてをさせていただきます。で、本日のプログラムです。で、今回はこの文化芸術推進フォーラムに加盟することになった流れについてご説明させていただきつつ、加盟したことでどういうことをやっていきたいかということをそれぞれメンバーからお話をしていきたいというふうに持っております。で、その流れの中でアートマネージャーラボの作田から日本の文化行政の課題がどういうところにあるのかというところもお話ししつつ、皆さんと意見交換をしていけたらというふうに思っております。本日は YouTube 配信を1時間ほど行いまして、その後、Zoom で参加いただいている方を対象とした交流の時間を30分ほど設けさせていただきます。Zoom 参加の方は、この YouTube 配信の間はそれありますが、チャット欄でコメントをいただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。で、まず、では文化、はい、はい、一言ずつ名前と改めて挨拶してから、そうですね、はい、じゃあちょっとまず、アートマネージャーラボの5人のメンバーを改めてちょっと紹介しつつしていければと思います。じゃあ熊谷さんから。はい、アートマネージャーラボの、立ち上げからずっとやってる、熊谷薫です。今日はやっと久しぶりに5人揃ったということで、また皆さんと意見交換できたと思います。よろしくお願いします。じゃあ順番に行きますかね。私から。じゃあ、今日司会を務めます、アートマネージャーラボの西田です。よろしくお願いいたします。はい、この後ちょっと、お話しさせていただきます、アートマネージャーラボの作田です。よろしくお願いいたします。はい、山本勲と申します。普段は広島で活動していますが、今日は東京にやってまいりました。よろしくお願いします。石畑愛と申します。よろしくお願いします。では、本日まずは文化芸術推進フォーラム加盟に至る流れについて私の方からご説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はいはい、アートマネージャーラボですが、この今紹介いたしました5人で、アクションするアートマネージャーが中心となって活動する任意団体として2年間活動をしてまいりました。私たちはアートマネージャーを多様な文化芸術活動を支え、新しい表現行為を引き出す存在と捉え、アート関係者の方々の互助ネットワーク作りを行っています。
そしてこのアートに関わる誰もが心豊かで幸せな生活を送ることができるアートのエコシステムの構築というのを目指して活動をしてきました。そして大きな活動内容として挙げておりましたのが、ここにあります6点です。アートマネジメントに関わる知見の集約と普及、アートと他分野の新しい共同のあり方を探る取り組み、そしてアート関係者の互助ネットワークの構築と運営、アートに関わる業界における様々な課題解決を目指すリサーチ、アートマネージャー等の視点で先進的な活動に関する情報の発信、そして最後に現場に寄り添うエビデンスベースの政策提言というのを挙げてきました。今回文化芸術推進フォーラムに入ったというのは、この一番最後にある政策提言をしていくというところを、ぜひ皆さんと一緒にやっていければということで、始めることになりました。はい、先ほど申し上げたんですけれども、私たちアートマネージャーラボの活動の、きっかけというのが、先ほど申し上げた、文化庁への提案書の提出というところでした。私たちは2020年の、コロナ禍の中で結成をしたグループでして、ここの活動のきっかけになったのが、2020年度に行われていた文化庁の継続支援事業でした。でこの継続支援事業というのが、音楽や演劇といった舞台芸術の方向けのパッケージになっていて、美術分野の人たちに向いていない設計になっているのではないのかということを、この5人で議論をするというきっかけに恵まれまして、それについて2020年のこの時期に行われていた様々なアンケートですとか、そうしたすでにある調査の結果などをまとめながら、アートの業界にどのような人たちが働いているのか、そして、制度の届かないところでいろんな働いている人たちがいるのではないのか、そしてちゃんとそういういろんな多様な層のアートの関係者を救うパッケージにしていただけないかということを、2年前の7月2日に文化庁に提出をいたしました。以来アートに関わるさまざまなイベントをやってきていたんですけれども、まずここの今出ている表示の中の赤枠で囲っている、文化庁の、事業に関する要望書というところが私たちの活動の原点でした。そして、今回加入をした文化芸術推進フォーラム、ご存じない方もいらっしゃるかなと思いますので、まずちょっと それについてご説明をさせていただければと思っています。はい、文化芸術推進フォーラムというのは、ここに書いてある通り、文化芸術関係団体が集い、政策提言などを通して文化芸術の創造発展継承を目指す団体ということに、2002年に結成をされた団体です。まず2001年に文化芸術振興基本法というのが成立をしているんですけれども、この法律の成立に協力した芸術団体が、この推進フォーラムの前身になる団体を結成して、それが2003年に文化芸術推進フォーラムに、名前が変更され、現在25団体入っているという形です。で私たちアートマネージャーラボは今年の6月1日に加入が承認されたということで、この画面の右側にある25団体の中に名前を連ねております。でこの中には、書いてある通り、日本芸能実演家団体協議会さんですとか、日本レコード協会さん、全国公立文化施設協会さんといったそうそうたるメンバーの中にアートマネージャーラボも混ぜていただいているというような形になっています。そしてこの文化芸術推進フォーラムというのが、推進フォーラム自体は芸術文化に関わる団体で結成されているんですけれども、この人たちと一緒に動いている、協力し合いながら動いているところに文化芸術振興議員連盟さんというのがあります。でこの人たちは、超党派で、文化芸術を推進する国会議員さんによって作られている連盟でして、国会の中、衆議院議員会館ですとか、そうした国会議員さんを混ぜた勉強会というのを、この文化芸術振興議員連盟さんと文化芸術推進フォーラムが協力し合ってやっているというような状況です。この文化芸術振興議員連盟さんと文化芸術推進フォーラム、
この2つは、まあ、その文化振興をやっていくということを大きな目標に掲げていらっしゃって、そこで一番大きく掲げていらっしゃるのが文化庁ではなくて文化省、つまり今、文部科学省の、外庁として文化庁があるんですけれども、それではなく文部科学省などと同じ省に文化庁を格上げして文化予算、日本の文化予算を上げていこうということを大きな目標に掲げていらっしゃる団体ということで、こういうふうに国の、行政、国の政治の場や行政の場にかなり直接声を届けられる団体だということで、この度アートマネージャーラボは、加盟をしていこうということになりました。でここにいざ加盟しようというところに至った流れというのが、昨年から行っていた、文化庁の支援制度に関する勉強会でした。去年の秋から3回、10月、11月、12月と3回で支援制度について考え、要望書を作るという勉強会をしていきまして、その中で出来上がった要望書をやはり文化庁に出していこうということになりまして、その中で文化庁に提出するという流れの中で、国会議員の先生方にもぜひこの要望書を届けようということで、届けていったのがこの3月のことでした。この中で、さまざまな方々にご協力いただいて、国会議員の先生方にも、要望書を渡しに参りました。まず、その流れの中でお伺いしたのが、この文化芸術振興議員連盟の事務局長も務めていらっしゃる衆議院の伊藤慎太郎先生、そして、文化庁の文化政策について積極的に発言されている、共産党の木良義子先生、あとは日本維新の会の、藤田幹事長にも、要望書を渡ししました。でまたこの伊藤先生のところにお渡ししに行くにあたっては、アーツ議連の代表である板橋区議会議員の南雲さんにご協力をいただいて、伊藤先生のところには一緒にご訪問いただいたという流れでした。そしてこの中で意見交換をしていく中で、文化芸術推進フォーラムに入るという方法もあるんじゃないのかというご提案を伊藤先生からもいただきまして、そうか、そこに入るという方法もあるのかということを思いまして、みんなで議論しながら、ぜひ声を届けていける立場になるといいんじゃないのかということで加入をするという運びとなりました。でこの陳情の結果というのも、国会の中の議論に反映をされてきておりまして、先ほど陳情でお渡ししていた木良先生は、参議院の文教科学委員会というところで、私たちがお渡しした、調査結果をもとに日本の文化政策、Arts for the Future という去年から行われている支援制度についての課題などについてご発言をいただいたというところです。で今映っているのは、画面の左側が、Twitter で動画で残っている木良先生の質問で、右側が参議院の議事録です。その中にアートマネージャーラボという団体の調査結果がということで、お取り上げいただいたりしておりまして、アートマネージャーラボで集めている情報というのが、国の届いていくという実感をこの数ヶ月間で得られたという感じです。こうしたいろんな議員さん、国会、そして、地方の議員さんで結成されている文化芸術振興自治体議員連盟、通称アーツ議連さんとのご協力関係というのも生まれまして、この5月にはアーツ議連さんが主催されている勉強会に出席をさせていただいて、そこで文化行政の文化政策の現状についてお話をさせていただくというような流れにもなってきています。でこうした流れの中で加盟を申請して6月に承認を受けたというところになっております。そしてこうした流れの中で継続的に文化政策の場に声を届けていけるという環境を整えたというところなんですけれども、アートマネージャーラボ自体は5人のチームなので、ぜひこれを聞いてくださっている皆様や、これまで協力関係を築いている皆様にからの声を集めながら、ぜひ国に声を届けていけたらなというふうに思っているところです。ということで、ここまでが加盟申請までの流れということで、次は作田さんから日本の文化政策の課題という点についてお話しいただけたらと思います。はい、ちょっと、はい、じゃあ画面を切り替えますね、はい、
じゃあ、切り替えてる間に、そのまあアートマネージャーズラボっていう名前の通り、アートマネージャーっていう職業であったり、まあ、その専門性であったりっていうところが、まず世の中に。あれ、入ってる？入ってる、なますかね。はい、認識がまだなかなかされていないっていうところを深めていくってこともあるんですけども、実際まあ去年我々出した要望書の中では、そのアートマネージャーって今言っている人よりさらに幅広くですね、まあこういう文化芸術に携わるいろんな仕事を職業をされている方っていうのが、まあまだまだその存在自体がですね、その行政とか政策とか、そういう議員とかそういう人たちに届いてないっていうところも、まあ、我々自身もそこを何とかしていきたいっていう気持ちがあって、始めたっていうところがあって、まあ、これからですね、まあ、そのアーツ、議連さんそうなんですけども、その国会議員たちの、その文化芸術推進議員連盟の方々にもですね、その、まあ、アートマネージャーもそうですし、それ以外のいろんな、なかなか今まで声が届いてないようなアーティストも含めてですけども、そういう人たちの声も届けていきたいなというふうに思っていまして、まあ、いろんな団体さんがすでに、ある中で、やっぱりなかなかこう事務局を作ってちゃんと継続的にその国会議員の勉強会とかを主催してとかって難しいところを、まあ我々が一緒にサポートしていくようなことっていうのも考えてたりします。で、この文化政策の現状っていうか、まあ、課題のところに最後は行くんですけども、じゃあ送っていただいていいですか、スライド。はい、まあ、よくね、こういった図出てくるんですけども、その文化支出の、文化に対する公的な支出の、額っていうのが、まあ、日本は少ないよねっていう話っていうのは、まあ、出てくるところですよね。で、次のスライドを出していただくと、まあ、このなんかね、もう、虫眼鏡ですごく、まあ、どの国もそんなすごく多くはないわけですけど、やっぱり韓国みたいに 1% を超えているところ、あるいはまあフランスのように 1% 迫るところ等に比べると、まあ、日本ってのはすごく少ないし、あとまあアメリカはご存知の通り、その確かに国の支出は少ないわけですけども、まあ、かなり民間の巨大な資金が、非営利の芸術に、分野に渡っているということを考えると、まあ、やっぱりかなり日本って少ないよねっていうことはあるわけですよね。ただ、まあ、ちょっと次のスライドを見ていただきたいんですけど、まあ、ここで出している文化予算って文化庁の予算なんですけども、まあ、これ日本だけじゃないんですけども、その別に文化庁だけがですね、お金、文化に対してお金を出しているわけじゃなくて、まあ、国交省、経産省、そして、まあ、さっき見ました自治体もそうですし、あとまあ外務省とかですね、いろんなところが文化、芸術にお金を出していたりするわけですね。で、まあ、内閣府とか総務省とか、そういったところも、例えば地方のいろんな文化施設の支援だとか、そういったところに関わるようなお金も出していたりするんですけども、それはさっきの文化庁の予算に入ってないんですよね。で、まあ、明日ちょっと別のところで、アートマネージャーズラボでもお話しますけども、やっぱり文化庁って、その地方全部のですね、日本全体のバランスを見て、地方の文化を発展させるような体力って全然今ないような、すごい弱小な省庁になっているっていうところはあるんですけども、まあ、だからこそ、さっきの話にあったように、文化庁じゃなくて文化省にして、みたいな発想も、片方はあるわけなんですけども、まあ、まずこの規模がすごくちっちゃいっていうのは、まあ、現状であり課題であるということは一つ言えるかなと思います。じゃあちょっと見ていただいて。まあ、国レベルでの状況っていうことなんですけど、まあ、どこの国でもですね、まあ、今その文化芸術って結構説明責任っていうことは言われるわけですよ。まあ、何の役に立ってるのっていう話なんですよね。で、ここがはっきり言えるか言えないかっていうところで、結構やっぱり行政の担当の人っていうのは、まあ、困ってきたっていうことがあって、で、まあ、議員もそうですし、まあ、そこに説得力を持たせる材料を集めて持っていったら、まあ、お金もらえるかもしれないけどっていうような中で、まあ、どうしてもですね、文化って、まあ、いろんな要素がある、他の省庁も含めてやってるっていう中で、まあ、文化にだけ芸術にだけお金を出していくっていうところっていうのは、どういう理屈でできるだろうっていうところがですね、まあ、国によって整理できてたりできてなかったりっていうところがあるわけですね。
であとまあ日本の場合は特にですね、その教育関係の人たちと文化関係の人たちっていうのは結構この何十年かで溝ができてしまっていて、なんか教育と文化ってあんまり仲良くない分野になってしまってるんですね。これはあの外国に比べてもかなりそこは顕著なところだなと、私なんかその海外の文化政策を研究しているので思うところなんですけども、まあ、あの文化庁今芸術教育に関しては2017年以降担当省庁になったところであるんですけども、やっぱりまだ現場レベルで全然そういうところの連携がうまくいってないっていうところも一つの課題かなと思います。でちょっと次に行って、で最近なんですけども、まあ、特に、2017年に文化経済戦略っていうのがですね、内閣官房と文化庁が作って、まあ、それ以来そのまあ文化経済っていう言葉が結構まあ表に出てくるようになったんですね。で、大規模な芸術祭を国がお金を出すようなですね、文化祭典法というのも2018年にできましたし、あと2020年には大規模な美術館博物館を文化観光拠点施設っていうふうに認定して、それでまあ地域でいろんなパートナーシップを組ませて文化観光を推進させようというですね、まあそういう一種のまあそういう文化施設を中心にしたまちづくり、あるいは観光開発みたいなことを進めようっていう法律ができたんですね。でこれ出国税といわれる海外に出国するときに1000円みんな取られるという、その出国税を財源にした当てにしたわけですけども、まあ、ご存知の通りこれ施行になった2020年、まさにコロナがスタートしてしまったということで、まあ、あの予算自体はですね、まあ、出国税はその前からあるんですけども、まあ、この文化観光拠点を作ってどうしていくか、出国税だけじゃなくてそもそも観光客来ないみたいな、そういう状況の中でこれがまあどうワークしていくのかってところは、まだ全然2年経ちましたけども、何の実績も正直ないっていうところですね。で、あと送っていただいて、じゃあ観光以外はどうかっていうと、まあやっぱりその経済っていうことの強調がずっと続いてですね。で、まあ今年の骨太の方針、まだ私ちょっと読めてないんですけど、毎年、骨太の方針とか、それに先立って未来投資戦略とか、いろいろそういう国の全体としてのですね、方針に出るんですけども、まあその中に、例えば稼ぐ文化みたいな言葉が2017年に出るとかですね。で、2018年の文化芸術推進基本計画の中でも稼ぐ文化って言葉が使われるとかですね。でまあ、そのような観光やまちづくりも文化庁の役割に入ってくるとかですね、そういうことがありまして、でつい先日あの経済産業省が、まあ、アートと経済社会について考える研究会というのを設置して、まあ、もうニュースとしてご覧になった方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういうふうな位置づけ、要はつまりアートは稼げるぞと、アートは何のためにある、何のために公的なお金出すんですかって言ったら稼げるからっていうような、そういうことからまあ正当化しようっていう流れっていうのはかなり来てたわけですね。ですが、送っていただいて、まあそんなことを言ってもですね、今までやってきたことからいきなり稼げって言われて稼げるかっていう話はまずあるわけですよね。で、まあ、特に、まあ、文化庁が中心になっていろんな省庁をまとめて文化政策を連携するようにしなさいっていうことが、まあ、法律上は2017年、文化芸術基本法で、あ、文化抜けちゃった。文化芸術基本法って、さっき、西田さん言った2001年の文化芸術、振興基本法から振興が取れて改正されたんですけども、その時に今文化庁がいろんな省庁連携をしなさいと言ってるんだけども、まあ正直全然できてないですね。で、かつその省庁の連携だけじゃなくて民間との連携とか、そういうところもなかなかうまくいってないんですね。結局そのまあビジョンがはっきりしてないし、まあそこの中で稼ぐ文化ってことぐらいしかキーワードとして上がってこないと、やっぱり盛り上がりに欠けるんだなっていうところが、まあ今の課題かなと思いますね。で、あと、そうですね、じゃあちょっと次に行っていただいて、やっぱりですね、まあその非営利的な芸術が今までやってきたのに、いきなり稼ぐ文化って言われても、まあ
なかなかそこはまんないのは当然だなと思うんですけども、なんでそんな政策ができちゃうのかってところをもうちょっと現場も考えるべきかなと思うんですよね。つまりそういうふうな、なんか現場は今こういうことに困ってますとか、こういうビジョンを欲してますみたいな話っていうのが全然まあ届いてないんだよねっていうところが一つですよね。でさっきその文化芸術推進フォーラムの中にその、芸能実演家協議会、まあ、いわゆる、芸団協さんの名前ありましたけども、やっぱり舞台芸術とか音楽とかそちらの方々っていうのは今まで割とそういう活動をされてきてるんですね。で、まあ、最近だと他にもオンパムさんとか、そういったところもいろいろ政策提言とかされるようになってますけども、やっぱりですね、そういうことをちゃんと、働きかけていくような全国レベルの団体っていうのがあると、まあ、強いよねってことですね。全国っていう規模が大事なんじゃなくて、大事なのはやっぱりちゃんとそれを継続的に届けていくっていうことだと思うんですね。であと情報を集めていくってことだと思うんです。で現場の情報をちゃんと集めていくことができれば、なんか人数とか規模が多くなくてもできるのかなって思うところがあって、で逆に言うとそういう主体がない限りその分野のことって全くその政策に反映されないけど、それはまあある意味仕方がないというかですね、情報が届いてないのでしょうがないということになるわけですね。不勉強だって言ってこう怒っていてもですね、全然それだけでは何もことも変わらないっていうのがまあ現状なわけです。でまあ、映画だったり、美術写真もとか音楽とかいろいろここに並べてますけども、やっぱり美術は日本美術家連盟さんですね、今回我々加入するにあたっても多大なご協力いただきましたけども、まあ、日本美術家連盟さん継続支援の時もね、そのいわゆる、その美術家連盟に全く入ってないようなそういう美術家の方や、まあ、アートワーカー、アートマネージャーみたいな、そういう人に関しても、そのプロフェッショナルだと認定する窓口を運営されたりしていました。京都芸術センターにいらっしゃった山本さんたちがやってた格好とかと協力しながらそういうことをやってましたが、そういうようなですね、そういう人肌脱いでいただいた公営的な活動もしていただいたんですけども、まあ、かといって今からじゃあ日本美術家連盟に入ろうっていう人はまあ現状あんまりいないわけですね。でそこはまあ悲しむべきことであるけども、そこをまあ逆に我々がこういうちょっと新しい団体として今いろんな声を上げている方の声をちゃんと届けていくっていうような、そういうことができれば、このアドボカシーって言いますけども、そういう政策提言だとか、あるいは勉強会をして認識を深めてもらうとか、あるいは本当に困っている問題に関して何とかしてほしいっていう陳情に行くとか、そういうことができるのかなというところはあります。まあ、文化政策上の課題として下に書いてますけども、やっぱりそういう日本美術家連盟さんも残念ながらそうですけども、やっぱりどうしても会員の世代交代みたいなのができてないような団体も多くてですね、でそういうところをまあどういうふうに補っていくかっていうようなところで、まあ我々みたいな団体がもっと頑張る必要はあるんですけども、そのためにはまあ皆さんにもぜひご協力いただきたいなというところです。という感じで一旦私のプレゼンテーションを終わりにしたいと思いますので、課題というのはだから結局ちゃんと声を届けるっていうことですね。そこができない限り、まあ、お金を増やせとかって言っても、その増えたお金は全然関係ないところに行くので、そうならないように我々はちゃんと声を上げていく、あるいはいろんな声をまとめて届けていく、そういうことをしたいなということでした。はい、以上です。ありがとうございます。まさにここまで文化芸術推進フォーラムに入る前にも先ほど出てきた日本美術家連盟さんのご協力でいろんなところ何回か文化芸術振興議員連盟さんの、勉強会に参加させていただきました。でその時にやっぱり思ったのは、別に我々若いものを若いっていうか新しい表現をしている人は排除しているわけでは決してなくて、本当にただただどういう状況なのか伝わってないっていうことが分かってきました。だからそういう状況だったんですねっていうことを分かったら、その状況に合わせて美術家連盟さんの方でもどうしても箱が洋画とか日本画とか歴史あるジャンルにこだわったまとまってしまっていたところにもう少し新しいジャンルを入れていった方がいいかなとか、ちょっと今できる範囲の中で新しい対応をどうやったらできるかっていうことを考えてくださったり、
しているので、やっぱりまずは伝えていく回路を作っていくっていうことがまず大前提だろうっていうのが私たち の今回の加盟の一番大きな理由です。では、ちょっとこの状態で、次のアートマネージャーラボがどういう役割を果たしていきたいかというところに移っていきたいなというふうに思います。でいいかな、はい、ですかね。どういう感じでいきましょうかね。なんかこの辺からこう、はい、みんなでいろいろカジュアルにこれまでがきちんと経緯と、あとまあこういうふうな活動を始めた、そもそもいろんな問題がある中でそできることから少しずつ着手してきたっていうのが我々 の現状だと思うので、まあ、その中でまあ今後どう進めていきたいのかっていうところをちょっとまあ話せたらいいのかなとは思います。まあ、会場にいる方で何か聞きたいことあったらツッコミも入れてもらえたらと思うんですけども、そうですね、でも何かまあ今回やってみて本当に何でしょうね、こう、まあ、動けば少しでも動けば状況が変わるっていうことが非常によく分かったっていうところと、小さい団体だから、まあ、いわゆる大きな統括団体ほどですね、まあ、なんかこうちゃんと意見を聞いてもらえるだろうかって不安なども我々あったんですが、小さいとか組織の大小ということよりも、ちゃんと何らかのエビデンスを持って声を集約して来てるのかっていうことが結構重視されてるのかなと非常によく分かりました。なのでまあ、まずアートフォーザフューチャーの時に我々が届く範囲でのアンケートでしたけども、それでも何件でしたっけ山本さん、250件ぐらいでしたっけ、そう250件、あどうぞ山本さんも250件ぐらいのアンケートから出てきた課題を持って、で議員さんに陳情に行ったら、まあ、議員さんも非常にこれだけアンケート取ってこれだけ困ってる声が上がってきてるなら動いた方がいいっていうのを、まあ、非常に真剣に聞いてくださったし、そういったふうにちゃんと声を集めて、でなおかつその時は坂田さんも一緒に行って、まあ、海外の事例で本当はこういうふうにした方がいいんじゃないですかっていうこととかを、参考になる事例を話しながら、より良い、まあ、政策はこうじゃないかっていうのを、まあ、その場でディスカッションしながら話す機会をいただいたんですが、それ自体がそういうふうになんかちゃんとデータ集めて、なおかつ参考になる事例をどんどん話してくれるんだったら、もう推進フォーラムに入ってちゃんと発言した方がいいですよっていうアドバイスをいただけて、非常に力を得られたというところはあったので、なので我々はまあそのあくまでも皆さんの声を集めて、でちゃんとまあ何か参考になる事例も見ながら、こうした方がいいんじゃないかということをどんどん言っていく存在になっていけたらなというのはすごく思いましたね。他にどうですかね、山本さんとか。はい、はい、本当にその実感を持ちながら集計作業などしていました。で、まあ、一つ感想というか反省というか課題でもあるんですけど、まあ、我々全員美術分野のバックグラウンドを持っていて、で周囲にもまあ美術関係の人たちが多いという、まあ、そういう職能団体という位置づけだとは思うんですが、ただ前回のその Arts for the Future についてのアンケートが必ずしも美術業界の人たちのコメントが多かったかというと、必ずしもそうではなくって、まあ、特に業界を美術業界に絞って美術業界の利益団体になりますというわけではないんですが、ただせっかく美術になんていうか知見を持っているというか関係性があるにもかかわらず、それでもなお美術の声を集められ られないというか、まあ、どうやったらもっと美術の声を集めていけるんだろうということはなお課題かなというところは思っています。で、まあ、美術がバックグラウンドと言いつつも、まあ、特に、まあ、美術と言いつつもやはり割とこう、地域のアートフェスティバルだったり、さらに現代アートだったり、まあ今の、若い表現者たちとの連携っていうのは比較的強いのかなと思うんですけども、その新しい表現してる人たちっていうのは今も非常に越境的で、どの分野というわけでもないし、さらにこう非常に社会に積極的にアプローチするようなことをやっていたり、ことを起こすような、まあ、アクションをするような方たちもとても多いの でそういった方たちの活動っていうのが、まあ、ほとんど文化庁には見えていないということが非常に強い実感としてあって、まあ、今、まあ、アートプラットフォーム事業なんかも比較的こう流通可能な作品を前提に話が進んでいたりする部分も大きいと思うので、今はそういうものだったり、これまでの従来の作品形式ではないことをしている作家たちがまあいて、でその人たちも非常に重要な活動なんだみたいなところを、まあ、拾っていきたいというか、こうちゃんと可視化したいというのはかなり強いモチベーションとしては私はあるなというところですね。
そうですね、これまでそういう文化芸術推進フォーラムさんの関連の勉強会に参加させていただいた感触として、やっぱり演劇は劇場で、美術は美術館でみたいなイメージがすごく強いなという感触を持っています。で、美術でしたら先ほど言った通り物とか販売できる物体があるものを作るっていうふうに自動的になんか考えられてしまっている節があり、まあ、演劇も劇場の関係の人たちがすごく多いので、劇場を回ったり学校を回ったりするような団体さんが多いなという感じで、そういう芸術祭とかで行われているよう なんか美術館、何でもない場所で舞台をやったりとか、そういうものというのが芸術祭はあれほど推進しているにもかかわらず、実際の制作レベルになるとそちらに目が行っていないっていう現状があるなという感じがあって、まあ、そういう実際やってるんだからもう少し分かってるだろうっていうのが結構思い込みだったんだなっていうことがすごく分かってきて、まあ、そういうもう美術館のいや劇場の中だけに作品があるわけじゃないんだっていうことをちゃんと制作 の作っているレベルにも伝えていかないといけないなという感じは持ってます。愛さんもよかったらぜひぜひ。そうですね、で少しちょっと話が変わっていくんですけど、この文化芸術推進フォーラムに加盟して、その次にまあ、加盟したその翌週ぐらいに6月の5日に、議員連盟さんの勉強会がありまして、一応それが総会という形で勉強会が行われていまして、そこでは結構総論的な今後の文化政策についてという議論がなされていました。でそこですごく印象的だったのが、芸術教育をやっぱり力を入れていかなきゃいけないんだっていうことを文化芸術推進フォーラムさんも議員さんもすごく議論をされていました。ただそこで、まあ、芸術を教育に取り入れていこうっていう動きがあるんですけど、今そこの現状、そこの中でされている議論がやっぱり公演を見せるであるとか、完成されたプロフェッショナルな作品を見せることで美術の教育をするんだっていう議論に終始していたっていうところがすごくいい意味でも良くない意味でもいろんな意味で印象的でした。なのでそこで私がその場では発言しなかったんですけど、思ったのはやっぱり本当にアーティストがワークショップとかもっとインタラクティブに教育をするっていう回路は本当に現場レベルではすごく知見が溜まっているところなので、なんかそういうふうにワークショップとかそういう形で作品を見せるんじゃなくて一緒に作品を作ったりとか、アーティストがその場に行くことで教育をするっていう方法もあるんじゃないかっていうことはかなり直近のホットな議論の中で提案していけるところだなというふうに実感を持ってまして、なんかそういうところでぜひ皆さんからの知見も得ていけたらなというふうに思ってます。チャットとかにはないですね、コメントが。はい、なんかちょっと先ほどの西田さんのお話に何でしょう関連して、文化庁でコミュニティ能力向上事業みたいな学校でやる事業があるんですけど、そこで結構今やってらっしゃるのがダンス系の演劇系の団体が多くて、そうですね、なんかそれに関しても、まあ、美術であったりいろんな分野でコミュニケーションっていろんなレベルでできると思うんですけど、まあ、それをどう認識文化庁がしているのかとか、どうこちらがコミュニティのいろんな何でしょう種類があるっていうことをちゃんと言っていけるのかっていうのが、そうですね、まだこれからこう積み上げていかないといけないんだろうなと思いました。すごくそう思います。文化庁さんの中でも多分完全にお仕事が縦割りになってて、芸術祭をやってる人たちの知見がそのもっとそういう政策とか支援のレベルのところには伝わってないとか、なんかそういうコミュニティの事業、例えばそういうアートと福祉みたいな業界にいるところの知見がそういうそのアートフォーザフューチャーとか支援事業のところに伝わってないとか、そういう問題もすごくあるなというふうに思ってます。はい、やっぱりまあ文化庁の事業自体何をやってるのかって結構分かんないんですよね。そう、うん、
我が国の文化行政みたいな、昔毎年白書みたいなやつ出してたんですけど、読んでもさっぱりわかんないんですよ。全部の政策がそれぞれ割り当てられた1ページとか2ページの中に載ってるだけで、何がこう目玉なのかとか、全体としてどういう考えのもとでこういうプログラムになっているのかみたいなことっていうのをアピールすることが全然できていなくて、なんかおそらくそういうこととかも含めてちょっと何ていうか分かりにくいものになっているなって気がします。我々もその文化庁の文化行政を理解するってこともちょっと必要なのかなってところはあります。我々が理解するのもそうですし、なんかなかなかこうね、こう縦割り的になっている部分を超えるための、なんでしょうね、こう情報共有してもらうようなこともなんか こっちから提言する流れでなんかできないかなというのは思うところはあるので、本当に非常にアートフォーザフューチャーの話をしてた時にも、もう同じ文化庁の中でやっていることを、まあ、基本的には把握できていないとか、あとまあその前によく作田さんとも話してたんですけど、さまざまな調査を文化庁はこれまでやってきていて、その中で把握されているこう課題とか実態とか、いろんなものがあるはずなんですけども、そういった知見がさまざまな部署の人にちゃんと共有されて、共通の知見として持たれているかというとそうでもなく、なんでしょうね、せっかくやった調査が、政策にどれだけ生かされているんだろうかみたいなところがあったりするので、まあ、そういう意味でもそういう、まあ、データなんかも我々はこう再度こう掘り起こして、ここにこういうデータがあって、でさらに我々は新たに調査して、こういうことが言えるから、もっと現場に必要な政策はこういうものじゃないかみたいなことを、なんでしょうね、もう常に言い続けるっていうことと、あと いかに何でしょうね、こう今回調査してもここが問題っていう論点を明らかにして、論点として見せていくっていうことが結構重要なのかなと思いました。相場な的な調査があってもでこれをどうするのみたいなところを、まあ、本来、まあ、やってもらえたらいいんですが、なかなかそういうもいかないので、もう在野の我々がここが論点で、ここはこのように改善した方がいいと思いますっていうとこまでして持っていくっていうことですかね。特にその文化芸術推進基本計画みたいなやつって、まあ、一定の期間で改正されていくわけですね。新しい次の期に移っていくんですけど、その時にやっぱりこういう問題があるから次はこういうことをやるべきですみたいなことをちゃんと出してあげないといけなくて、文化庁ってなんかそういうのにちゃんと結びつけて全部の調査をやってるように見えて、実は全くそうではないんですよ。残念ながら。だから外部のシンクタンクとかにお金を払って委託調査とかをしても、その年度末にそれを受け取っても、もうそれをその次のその政策のに生かすためのスケジュールの中にその調査結果を反映させるっていうことが最初から入ってないかったりするので、何のために調査してんだろうみたいなことになってしまうっていうのが、まあすごく問題なんですよね。なんで、まあそういうところ、まあある意味外部の組織だからこそ、まあこの調査とこの調査でこういう結果出てるんで、次はこうすべきですよねみたいな整理もしてあげるみたいな、そういうところも、まあもしかしたらやれるのかもしれないなと思ってはいますね。で、やっぱりそのね、外部のシンクタンクの調査は、そのシンクタンクの人たちはその、この分野のここについて調査して、トータルで見てこうしたらっていうところまでは持ってかないで調査をやっぱり終わらせてしまうので、やっぱり現場の見えてる人間がそのようにこう実感として感じてたことがこういうふうに数字に出てるんですから、やはりこうどのようにこう改善していくべきなのかって、本当にもうそこをまとめるしかないっていう。そうですね。もう一つはやっぱりまあ文化審議会とかもそうなんですけど、そういう政策を有識者とかその専門家が集まって議論する場に人を出すっていうこともすごい重要で、もちろんフォーラムに入っていろいろ話をするのも大事なんですけども、そういうところにまずは例えばヒアリングで呼ばれるとか、そのうち委員として出るとかですね、そういうことっていうのはやっぱりすごい必要かなと思いますね。まあ美術だけの話ではないんですけど、やっぱり美術関係でそういうところに呼ばれてる人っていうのは今非常に少ないっていうのも、これは一つのまあ共有しておきたい情報としてありまして、本当は日比野先生ぐらいなんですよね。他にもう一人か二人ぐらい、いろんな審議会、それいろんな審議会とかその部会とかあって、その中にはその文化経済に関するところだったと思いますけど、日比野さんがいるぐらいで、ほとんど他いないの
て、ちょっとそれもやっぱり問題かなと。例えばその文化芸術の現場で起きているいろんな契約に関する問題を去年ワーキングチームを作って弁護士とか現場の人で議論しましたけど、その時も美術の関係は一人もいないんですよね。なんかそういうところとかも、まあ、あんまり話題になってないですけど、結構そういう時にちゃんと美術の人が言ってれば、例えばまあ今アーティストフィーの問題とか、そのアートマネージャーへのフィーの問題とかもちょっと我々関心あると思うんですけど、言えんのになって思うところもあります。そういう意味でもなんかその辺のねお話もこうしてましたけど、やっぱこうアーツ議連さんなんかとの地方自治体の皆さんともお話してても、何かあった時に相談に行ける専門組織の集団がどこにいるのかが分かりづらいという話もあったりするので、まあ、我々だけではなくて連携していく中で、まあ、こういうことだったらこのネットワーク、あとマネージャーラボが作っているネットワークの中に専門家がいるので、まあ、つないでそこについての相談は乗れますよとか、専門的な知見が提供できますよっていうような、なんかある種の専門家バンク的な機能っていうのもできていくといいのかなっていうのは思いますね。質問が来てました、はい、あ、名古屋さんからコメントをいただいてます。はい、フォーラム加盟おめでとうございますということで、南雲さんと熊谷さんは愛知トリエンナーレの時からいろんな原産への陳情とかそういうのをされてたと、まあ、そこからの過程も含めてコメントいただいてます。で、深く内部に刺さっているように感じますというふうにコメントいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あんまり言い過ぎてフォーラムをクビになったという報告会をしていただくくらい、たくさんアーティストの声届けてくださいっていうもうなんか忌憚のない意見をぐいぐい、はい、いただいてますので、ちょっとこうぜひ忌憚なく意見を述べていけたらなというふうに思っています。あれですよね、はい、フォーラムのいろんななんか統括団体のこう重鎮の方たちがいらして、うんうん、そのちょっとねドキドキしますけど、我々はもうちょっとこう空気を読まずに意見を言うようにちょっとね頑張っていきたいなと思います、ね、いろんな思っても見ないことを提案てか、私たちにとっては当然のことが全然思っても見ない情報として勉強会の中で受け止められるんだろうなという感じがすでにひしひしとしているので、新鮮に受け止めてもらえるんじゃないかなと、意外と嫌がられずに聞いてもらえるんじゃないかという気もしているので、うまく、ね、提案に乗せていけたらいいんじゃないかなと思ってますね、はい、他の組織はどうしても会員を背負ってるっていうところがあるので、はい、小回りが聞きにくいっていうところがあるんですけど、そうですね、我々はそういうのがない分、逆になんていうか客観的なことだけ言えばいいみたいな、そうですね、はい、強みかな、うん、少し先ほどの作田さんのやつにフォローをすると、芸団協さんとかやっぱり加盟団体がすでにあって、それを統括する団体、たくさんの劇団を統括してる団体みたいなところが入ってる場合が多いですね。なのでそうするとやっぱり自分のところで加盟している団体たちの利益を守るっていうようなために活動されてるっていうところもあるので、どうしてもそこに優先順位が高まってしまって、そこに入っていない人たちのところに目が届かないっていうことがあると。でそういうことが我々には、まあ、5人しかいないので、他の人たちの声を集めていくことがまずできる、そこしかやれないというか、そこをやっていきたいというところなので、それをやっていけたらなと思っています。あ、そして YouTube にもコメントをいただいて、はい、YouTube からコメントを2ついただいてますが、順番に拾いますね。まず、先ほど芸術教育のお話がありましたが、演劇も国語の授業などに組み込める要素があるのではないかと。そういった芸術表現を授業に取り入れたいという先生が集まる場所があればと面白いのではないかと思うのですが、そんな集まりってご存知ですかという。これ日本の事例じゃないんですけど、最近韓国の文化芸術教育についてのヒアリングをする機会がありまして、韓国っていうのは実は国語の中に演劇の授業があるそうです。で、韓国はそういう学校の教師の人たちがの専門性が足りないところをアーティストを送り込むことによってフォローするっていう制度が完全に出来上がっていて、演劇の授業をするときにはプロの俳優が資格を、文化芸術教育の資格を持ったプロの俳優とかプロの演劇関係者が行って教育をするっていう制度ができてるそうです。でこれが2005年に韓国でできた法律を元にそういう文化芸術教育の仕組みが作られた、まあ、15年ぐらいで突貫で作られているっていうのがあるそうで、それもなかなか中ではいろんな、なんかこう混乱もあったというふうには聞いてるんですけど、それがすでに
韓国ではかなり完全に機能しているということで、日本もすでにそういうワークショップの能力を持ってる俳優さんとか舞台関係者の方ってめちゃくちゃいらっしゃるので、ちゃんとプロフェッショナルを送るっていう仕組みを、まあ、何かしらの形で作っていくことはできるんじゃないかなっていう気がしています。それをなんか提案をしていけるんじゃないかなという気がしています、うん、で多分その辺も今こちらの他のコメントでも指摘いただいてますけども、うん、まあ、演劇等々はもう派遣制度がまあ文化庁の仕組みの中にもしっかりあるの で、 でそれで学校に演劇公演を持ってったりとか、あるいはそういうこうやったりっていうのもあるんですけど、まあ、美術の部分でいうと個別に何でしょうね、先生の何でしょう、個別に先生が授業、美術の授業にワークショップ呼びますよとか、そういうふうにまあなりがちなところがあるので、まあ、やっぱり枠組みとして必ずしも美術という枠にとらわれずに、まあ、国語だったり他の授業とも連携して、でそこにアーティストだったりマネジメントだったりの知見のある人をなんか派遣するような枠組みというのも、まあ、あってもいいんじゃないかっていうところを、おそらくこう それ自体を多分文化庁に枠として提案して作っていくみたいなことが、まあ、本当は必要なんだろうと思います。なので個別の、まあ、先生方の関心のある人たちの集まりにアプローチするっていうのも、まあ、現状としては一番早い道だとは思うんですが、もう本来であれば美術とかこう枠にとらわれず、もう少しちゃんとこう教育の中にこうそういう表現活動みたいなものを取り入れるための、派遣制度みたいなものをあってもよくないですかっていうのは言っていきたいですね。まあ、多分いきなりできることではないと思いますけど、まあ、だから多分その教育の中で芸術の要素っていうのが入ることで、その教育上の効果も高まるみたいな、そういうことを誰がちゃんと、まあ、研究したり共有したりしていくのかってことですね。アメリカとかやっぱりそういうものが2000年代頭ぐらいに立ち上がってですね、それで今例えばそのシェイクスピア・イン・アメリカン・コミュニティって言って、まあ、アメリカのそこら辺のにいるシェイクスピアみたいなやつで、まあ、そういう演劇甲子園みたいなのをやるんですけど、それも全部やっぱりプロの演劇の人を呼んできて共同制作していくっていうやり方でやっているし、あとまあポエトリーリーディングとか、あと歌を歌うとか、そういうのも全部そういうコンテストみたいな感じにしながら、芸術家がちゃんと入っていく、で一緒に指導していくみたいな、そういうやり方を取ってたりするので、まあ、韓国とどっちが先か分かんないですけど、多分そういうやり方自体は結構世界的に今普通な感じもするので、まあ、早く日本もそういう感じになってほしい。さっきおっしゃってたような、もうそういうところにつながりそうな制度もあるんだとしたら、その単なる鑑賞教育ではない形のものもあるんだとしたら、もっと増えるのを増えるようにしていったらいいなと思いますし、まあ、そういうことを我々もちょっと応援してもいいかもしれない。もしかするとね、直近だと部活動の問題が多分どうもあるみたいで、やっぱり学校の先生たちがずっとなんか顧問をやってるっていうのが、時間外労働なのに残業代が出ないっていうことですごく問題視されていて、そこをスポーツ の、 体育会系の部活の方は学校の先生以外がコーチをしようっていう流れが進んでるそうなんですが、これ文化部全然進んでないそうなんですね。これが6月5日の勉強会のところなんですが、なので、まあ、そこの議論を遅ればせながら文化部もやっていかなければっていうのが文化庁の今のモチベーションみたいで、ね、うん、なんかそういうところにやっぱアーティストが入っていくっていう考え方はあるのかもなと思いました、うん、として言ってるところで6時ぐらい、まあ自治体、今アーツ議連さんとも連携しているので、うん、国でいきなりやるの難しいので、どこかの自治体レベルでちゃんとそういう検証をして、でそれが一体どんな効果があったかっていうのもエビデンス収集みたいなことも含めてやって、でそれをも国に持っていくとか、なんかそういうこともできたらいいのかなと思いました。地方の事例がなかなか国のレベルに届いていないっていうのがありそうな感じもするので、アーツ監修もね、そういうところで、そうですね、東京で事例ができるとやっぱり影響力大きいですよね、うん、じゃあそろそろ時間ですかね。で今いくつかコメントいただいてたので、まあ、先生の仕事を増やすのハードル高いところもありますねっていうこととか、ちょっとまだ鑑賞されてる方、まあ、ちょっとまだ専門家にしか届いていないところがどうもあるようなので、そうですね、我々の SNS はこう Facebook をメインに発信してたりするので、ぜひグループフォローしていただけたらというのと、
細々、でもツイッターアカウント我々公式作ってないので、ツイッターアカウントを作りますかっていうところとか、なるべくその辺も改善していけたらなと思います。やっぱり他の団体さんといろいろ連携して情報共有をしていく、で補償を合わせて例えば共同で何か提言していくとか、そういうことはぜひ積極的にやっていきたいですね。はい、なのでぜひちょっと情報発信は頑張っていくというのと、そこを手伝ってくれる人も求めていますと言いながらぼちぼち終わりですかね。じゃあ西田さん、はい、締めお願いします。はい、ということで、そうですね、中間組織の声を集める中間組織みたいな感じなんですかね。ちょっと私たちの立場というところなんですが、ちょっとこういうそういうことで私たち頑張っていきたいなというふうに思っております。で、我々は中間支援組織同士が連携しながらそれを政策提言につなげていくという、仕組み作りのお話をしているという認識です。はい、ということで、ぜひこれからまとめという感じなんですが、これから私たち頑張っていきたいなと思うので、ぜひこういう声を届けたいんだということがありましたら、ぜひアートマネージャーラボにご連絡ください。私たちもいろんなご提案いただいて勉強会をやるとか、少しこういうオンラインでのもしいろんな事例をご紹介するイベント等もやっておりますので、ぜひ皆さんと連携しながら国に声を届けていければというふうに思っております。で、もうちょっと6時5分と、ちょっと少し5分ほど過ぎておりますので、会を締めていきたいと思いますが、ぜひアンケートにご協力いただければと思います。もう少し SNS 頑張ってくださいとか、こういう情報をぜひ発信してほしいですとか、そういったことでもいいので、ぜひアンケートにお声をいただけましたら、我々これからの活動に生かしていけるといきたいと思います。で、アートマネージャーラボですが、ウェブサイトを少し立ち上げてそこで発信をしているというところと、現在のところは、Facebook が主な活動 の拠点となっております。アートマネージャーラボで検索をしていただければ Facebook のページがありますので、ぜひ一番そこがアクティブなので見ていただけると幸いです。で、またもしお悩み相談とかがありましたら、info.artmanagerslabo@gmail.com が、メールアドレスとなりますので、ぜひこちらにご意見お寄せください。はい、では本日は配信については、ここまでとさせていただきたいと思います。はい、今日は配信の開始が遅れてしまいまして大変失礼いたしました。またぜひ皆様と一緒に国に声を届けていけたらと活動を続けていけたらと思います。